どうも、オルテンフォーです。トモです。レオです。はい、今回は、新しいクラブセッティング。ピッチングが45度。で、一番下が56度。だからその間、まあ、2本ぐらいだよね。CBX、クリーブランドのウェッジです。うん、その、もうタイトリストのアイアン、AB2716 使ってて、もう下も冒険の SM4、もうこれも中古で買って、ギリギリ溝を保たれてた感じだったんだけど、うん、これもあのシャフト NS だったから、そのアイアンのセットの方を AMT の S200 にしたから、下はもう普通の S200 で流れ的にはいいんじゃないかっていうことで、あの実際にこの CBX NS で一回買ってるんだよね。それをまあリシャフトした形になりますね。一応48度と52度。だからピッチングからの並びで言うと、45、48、52、56。まあ基本4、3、4、4刻み。50、54、58でもまあいいわけじゃん。ドライバーで基本ラウンドを立ててたわけじゃん。ドライバーガン打って、あとウェッジっていう。でその時にピッチング45、52、56だと45と52の間って結構やばくない？開くってことだね。開かない？僕いつもそれが嫌で、早く48を買いたいって思って50じゃちょっと違うんだよ、48なんだよって思いながら、自分の理想だよ、ドライバー打ったらもうウェッジなんだよね。そのウェッジがちょっと難しいのって、自分の中で気持ち悪くて、ドライバーも優しく、ウェッジも優しくしたかったっていうのが一番あって。X のウェッジ48と52度。はい、見てもらいましょう。どうぞ。
飛距離から言うと、まあ、ピッチングがキャリーで130から40ぐらいかなって僕は自分で思ってて、でその前まで使ってた合計の52度がギリ100ヤード打ててたから、あもうこのスピンで持っていかれて、そう、あと打点がやっぱ難しい、あだからそのピッチングで130とか40でしょ、でギリ100とか110だったから、風があったらもっとだから100ぐらいだから、間がほんとね、自分の感覚的に20ヤード空いてたの、そこを埋めたくて48度、で48度のデータ見るとちょうどいいんですよ、キャリー120、48度のキャリーがまあ120、これはねトータルの部分も見なくて結構です、あのランの設定がちょっとドライバー仕様になっちゃってるんでね、キャリーだけはもう合ってると思います。であのフルショットした時もね130近く多分いくと思うから、あのドライバーも優しく飛ばして、ウェッジもその合計みたいな、まあ操作性もあるし、ちゃんと当たればものすごくいいんだろうけど、技術ないから少しこうばらついてもある程度もうまっすぐいく、球も上がる、でソールも広いで52度その下の番手だね1個、まあ大体、さっきの合計の52度が100から110って言ってたんだけど、こっちはねよりもうちょっと飛ぶかなっていう感じ、もうスピンの問題であったり、あと打点のそのちょっとした誤差の優しさが絶対こっちの方がある程度まっすぐ行ってくれるみたいな感じで、ボケ打点結構プロとかはさずらしてスピン入れたりしてるわけじゃん、だけどそんなのやりたくもないのに結果そうなってるから変な球行ったり、そういうのあるよね、あのかからないでいい時にかかりすぎたりとかでしょそう、それが逆にないから、もうただただ直線的にもう距離だけ打っていく感じ、グリーンに乗りさえすればいいみたいな、80ヤードとか打ってるけど、僕は56度で打つよりも80ヤード52でも打ったりすることもある。で特にこれはソールが広いから、そのグリーン周りのアプローチちょっと転がしたりするやつの時にもすごい使うから、逆にソール広くてバンスもちょっと多めだから、これはもう全く問題なし、まあ本当あれだね、ドライバーと考え方が同じになるともうウェッジもその選び方になるんだね、うん、僕はドライバーに逆に近い選び方ね、なんかそういう感じだね、もう差ができたりいろいろできるのよりかはこれしかできないけどこっち安定してますよの方がいいのかもね、うん、僕はそういう選び方になっちゃったね、うん、旧モデルだからもうね1万円切ってて、うん、もう7000円台7980円とかまだ型落ち残ってるかもしれないし、で僕がこれ56度も買おうかと思ったんだけど、型落ちした理由がほら新作が出るわけじゃん、うんうん、CBX の2がもう出てて、うん、あの今まで通りねその48とか50、52、54とかはソールがこの V 字だったりするんだけど、うん、56が今回から S 字になって、またさらにこうソール抜けがいいみたいな、うまくなってるからぜひね、おすすめしたい、うん、56度 CBX2 あの飛び系アイアンの流れに入れるんだったら、うん、まあおすすめかなっていう、うん、同じ高さだけど5ヤード10ヤードちょっと飛んでるみたいな、うんうんうん、まあ、スピンもほどほどみたいな、まあ、ラウンド動画、うんうん、ラウンド動画って言ってもねハーフなんだけどね、まあ、ハーフラウンドの模様をまあ出せると思います、はい、今回はありがとうございます。